訪れたのは岡山市北区宝冠町にあるラ・セゾン・ド・フランセ。およそ50年前に創業した洋菓子の老舗店です。このお店ではひな祭りケーキに欠かせない飾りのひな人形を手作りしています。販売開始に向けてひな人形作りが行われています。牛島さんご夫婦が一つ一つ丁寧に作っています。何でまずできているんですか？これは、バタークリームです。バタークリーム、はい、人形のほとんどの部分がバタークリームでできています。冷やすとしっかり固まるため人形作りに適しているんだそうです。バタークリームって美味しく柔らかく食べられるので、砂糖菓子が一般的だと思うんですけど、このバタークリームだとケーキと一緒にスプーンでフォークで一緒に食べられる美味しい人形なので。今年は700個のひな人形を作る予定です。チョコレートで髪の毛と表情を描いていきます。柔らかな表情のひな人形はよく見ると一つ一つ違った顔をしています。手書きで全部していくので同じにしようと思っても全部違う顔になります。子供がいるんですけど、自分の子供を思い浮かべながら、はい、さあ手作りのひな人形のケーキ飾りが乗ったこのね 3,4 人前のケーキをいただくんですが、やはりまずはこのね人形でしょう。この濃厚な味わいがすごく美味しいですし、髪の毛の部分のチョコレートと合わさってすごくちょうどいい甘さ、美味しい。このお店では去年からこの手作りのひな人形を使った5段のひな壇飾りケーキを作っています。人形はもちろん土台のケーキで、もう土台もねケーキでできていて、100人前の豪華なひな飾りなんです。100人、はい、今年も制作中ですよ、はい、さあ今年はですね、各界の岡山県勢の活躍を祝うひな飾りにしたいと、 M1 グランプリ優勝のコンビウエストランドや高校サッカー日本一に輝いた学芸館高校サッカー部などをモチーフにする予定です。活躍されているのを見て力をもらったので、はい、ひな祭りも子どもたちの成長を願うものですし、若者 の、 活躍で力を100人ケーキにさらにもらいたいなと思っています。 M1 優勝のトロフィーやサッカーボールなどの制作は始まっていましたが、人形作りはこれから。2月23日から27日に展示予定で、31日には無料試食会も予定されています。活躍した選手の方々、本人さんにもぜひ見ていただきたいですし、その方の周りの人たちも関わっている人たちもたくさんいると思うので、喜んでいただけたらいいなという思いと、地域の方々もやっぱりそういう楽しい話題っていうのは気持ちも明るくなると思うので、そういうふうに皆さんで見て明るくなっていただきたいなと思います。春を感じながらお腹も満たしてくれる特別なひな人形、ぜひ見に、そして食べに行ってみてください。はい、いや本当に可愛らしいですね。そうなんです。1歳の娘のひなで、おひな飾り、おひな飾り、あ、ひな祭り、ひな祭り、もう少し、なんでそれ思い出せんかった、びっくりするぐらいってことなんです。びっくりする、いや、これ本当に買おうかな。はい、いいよね、食べられるのも楽しいですよね。そうなんです、そしてその100人分のね、ケーキ飾りのその綺麗だね、土台の部分がこのような感じになって、上にはもっとたくさんの人形が乗るんですけれども、はい、はい、はい、こういうイメージで100人分のケーキがこれからできていくということですので、でもバタークリームでこんなに作ることができるんですね。23日から27日にこちらの100人分の去年の放送にありましたような、うん、5段ひな飾りが展示されるんですね。見られるんですよ、お店で自由に、はい、そしてその間に何か購入されたレシートを持っていくと、3月1日にはその100人分のものをこう
分けまして、はい、試食できると、はい、無料で食べられるということですので、ぜひ、ね、展示期間中に行って無料でもいただいてみてください。はい、京都ピでした。